和歌山県名草郡の範囲名草郡は和歌山県にあった郡。日本初期、神武天皇即位前期の名草優を別として、俗日本期、大宝3年5月9日上に、紀の国にわれ、名草の二郡をして、布の蝶を止めて、糸を剣らしとむ、とあるのが、軍名の所見とされている。和名類受賞によると、名草郡は紀の国の国府の所在郡で、 その地は玄和歌山市府中に否定される。木家像の国像次第は、軍の解説を十九代、木の国作り木、忍ぶ実によるとし、忍ぶ実の官位が大戦上であることから、高徳天皇期の県軍と推測される。軍名の由来について、俗風土記には、その名義はつまびらかならずも、ある説に、渚の儀なら、無と、いへりと記す。また、古代のな軍は、 伊勢国渡し愛軍、伊勢国築軍、安房国安防軍、出雲国王軍、築前国村方軍などと共に、高徳天皇期から天武天皇期にかけて順次設置されたとされる、八神軍の一つに数えられていた。日野熊神宮、国掛神宮の所在地としておもんじられ、養老七年十一月十六日には軍事に、近親者の連任が許されている。一般に軍を治める軍事に、 近親者を続けて任命することは禁止されていたが、名草郡では神社を代々祀ってきた騎士が重視されたものである。和名類受賞鉱山寺本、東急本に記される郡内の里。名草郡には多数の式内者が分布したことにより、郡内には多くの神戸が存在した。里とそれら神戸との混同により、和名類受賞でも書写本で合命に多くの作乱が生じている。 以上のほか、和名類受賞に見えない地名では、宇治号、宇治保、片岡里、羽生里などがある、演起式新名帳に記される軍内の式内社。名草軍には、木の国の半分以上の神社が記載されており、それらの中心は、木の国造家の放祭する日の熊神宮、国掛神宮であった。1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、 下記の区域にあたる。なお、1879年の和歌山区設置以前は、和歌山城下のうち、現在の西倉前町、東倉前町、杉の馬場、元柏郎町、橋亭、寄合町、十三番町、西右側町、南右側町、一番町、岡山町矢部の日のと片岡町、高城町伊東を群域に含んだ。町村以前なお、 徳川も山谷の城下町である名古屋市、和歌山市、水戸市はいずれも県庁所在地になっており、名古屋、水戸は旧郡名から取った愛知県、茨城県となっているが、和歌山は都市名から取った和歌山県となっている。町村生。 以降、一、楠木県村に、野崎村、三、松江村、四、岸村、五、山口村、六、紀伊村、七、直川村、八、川永村、九、有好村、十、宮村、十一、鳴上村12、十二、岡町村、十三、中野島村14、十四。 岡崎村15、三田村16、宮前村17、清和助村18.4、加護村19、和佐村20、安原村21、君井寺村村22、日方村23、内海村24、大野村25、亀川村26、黒江村27、辰巳村28、西山東村29、東山東村、和歌山県市人物による。ありがとうございます。